だ。いい家の誇りを守らず、赤き井桁の旗のもと、戦場切り裂く井伊の赤鬼、俺に送るは男にある。我こそ徳川軍先鋒、井伊直政。拍手じゃ。家康公の苦難の一つ、三河一向一揆では、初陣ながら先陣務め、味方の士気を盛り上げた。入れる者、恐れをなすな。仏罰はそれがしが引き受けた。徳川家臣中、人品も友だが所われた我の名は、榊原康政、ここに推参。光の徳川、影の佐藤、松平の頃より仕えし三河武士のお目付けや。はあ、戦働きはさることながら、わしのお箱はエビスクイ。さような踊りで場をなどまで味方の士気を盛り上げた。わしこそ徳川四天王が筆頭、堺左衛門の城忠次、ここに着陣。本命の本宮城殿の我が主、幾度の苦難を乗り越えてついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝。400年の時を超え、再び燃える三河武士。我こそ江戸幕府初代将軍、徳川次郎三郎家康。いかがさ、プレート役を。はい、武装はない。Hey!
ご覧くださりませ。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あ、先ほども言いました通り桜祭り開幕ということで、今日は桜を見に来たよって人はどのぐらいおる？お花見だよーって。お花見だわな、ね、岡崎はね、桜の名所100選に選ばれておりまするがゆえに桜は大変有名でございます。ぜひともね、一日花見を楽しんでいってくださりませ。これでもさ、お花見って言ってもみんな、おいろんな楽しみ方があるじゃない。ありますね。花見って言えば、ほら、欠かせんのがさ、はい、団子じゃない。花より団子と花より団 子, り団子、はい、お花見た目もさ大事だけどさ、はい、ご飯もみんな好きでしょ。屋台とか好きでしょ。そういうのおだもんね。武将も好きだもんね。はい、おわし、みんなにお土産買ってきたよ。おっ、なんとお土産、ありがとうございます。そうそう、これ多い、これ食べながらさ、はい、みんなでお花見てさ楽しもうよ。そうだそうだ、まだ演舞中なんです。え、演舞中なんですが、いいよ、いいよ、いいよ。あ、早いですね。ありがとうございます。早いよ、はいはい、早いよ、三色団子、お花見団子、お花見団子、お花見の定番でございます。三色団子をね、いただきましたけど、美味しそうだね。どう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 、殿、これ何ですか、これみんなで後ろ団子。いやいや、後ろ団子じゃないですか、殿。え、殿なんか大きいですよ。遠近法だわ。いやいやいや、そんなわけない。このぐらいなら同じぐらいですね。遠近法だわって後ろ下がっちゃダメなんですもうバレてますからね、はい、うん、ちょっとでかいかな。おう、これどちらで買えるんですか。これの、これのお土産屋さんの向こう側、はい、ひょうたん屋っていうお店で買えるだわな。ひょうたん屋、ひょうたん屋さん、ちょっとどころじゃないですよ。相当大きいですよ、これこれねこれ、はい、なんか聞くところによるとテレビの取材とか、あとはインスタグラマーとか、こういった人気の芸能人の方々にも大注目の、はい、この時期限定の巨大お花見団子ちゃん。映えってやつでございます。映え、なるほどなるほど、映えなのよ。限定ですか。だからこれもう大体どうだ、10倍以上ありそうですけど。あ、16倍16倍、あ、16倍、わしの顔よりでかいじゃないですかいや本当にでかいね本当にでかいでもですよ、はい、そんな10倍とか20倍とかするようなやつ、お2000円超えるんだよ。これがなんと、なんと、はい、1600円でございます。おー、すごくない。全然安いわ。そう、こんなもんで大人気すぎて、いつも売り切れなの。そうか、今ならまだあるかも。かもしんない、はい、でもし買えなかったら、お店行って予約して。あ、予約もできる。予約できるんですか。予約できる。明日の何時に来るからって言ったら予約できるから。あ、なるほど。じゃあ明日はまた花見に行きたいから、できればこの映える団子と一緒に写真撮りたいなって方は予約をすればいいと。そう、おお、絶対団子あった方がお花も喜ぶよ。そうですな、お花も喜びますね。お花も喜ぶよ。ちょっと大きすぎるかもしれませんけどね、はい、じゃあみんなでね、分け合って食べれるものかもしれませんの、ね、ゆえ、ご家族でお越しの方なんかはぜひお花見のお供に買ってみてくださいませ、はい、まあ、他にもね、たくさんキッチンカーとか出ておりますゆえに、お食事も楽しみながら花見を楽しんでいただければと思います、うん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。これ団子食うか。いやいやいや、団子食う。団子は演舞中なので、団子はいいんですけども、まだお客人口だけいらっしゃってくださっておりますので、ほら、みんなも来るか。いやいや、みんなで楽しめる曲があるじゃないですか。ああ、みんなが参加できるやつね。そうです、そうです、よし、大江さん、次はみんなで踊れるあの曲、あっぱれ。ちょっとうるさいな。ふるさと中でございます。なんと、これだけの岡崎公園名所でございますゆえに、ああ、さようか、頑張ります。空からも見られるように、気にせず行こう。アッパレルのお時間だ。アッパレルの宿は、アッパレ
そしてハレルヤ、このめでたき言葉を合体させた、聞けば聞くほど心も体も踊りたくなる曲なんだな、見よう見まねで結構、わしらと共に踊ってこの桜祭り楽しんでいこうじゃないの。でもここだけは絶対みんなでやりたいっていう振り付けが一箇所あるもんで、直政、はい、みんなにそこ教えてあげなさい。かしこまりました。さあ、このアッパレルヤで、ね、旅の最後にアッパレルヤって歌詞が絶対に入るんだな。そこでやってほしい振り付け、親指出して、親指お父さん指じゃ、お父さん指出して、お父さん指、これを上にピッチ上げるだけ、簡単じゃろ。でやり方としてはな、アッパレルヤのアッパーで出す、パーで出して、パーレルヤーで上げる、これだけじゃね、他の振り付けもね、覚えてきたらぜひ一緒にやってほしいもんで、わしらと共に楽しんでいただきたいと思う、はい、うん、ではその、参りましょうか。参ろう、行くぞ、みんな準備は良いか、うん、みんな、親指出して、最初のポーズじゃな、最初の行くぞ、アッパレルヤー、いい、完璧。ではまずは手拍子から始めるぞ。さあ、桜の名所100選でね、さっき紹介したけども、はい、なんとこの岡崎公園内と周りの川の周辺の桜含めて800本も花になってるよ。すごいよ。やってみよう、あんなこともこんなことも、もう天下なんてさ、気にしないでさ、おやそうじゃ、扉開けば輝く青い空、子供はみんなできてんの。おう、はい、お父さんお母さんやってないと思うよ。これは見せてあげねば。お父ちゃんお母ちゃん見といてよ。行きましょう。語り合ってみよう、あんな人もどんな人も、もう立場なんてさ、気にしないでさ、はい、行ってみようね。心開けば聞こえる笑い声、おいでー、あらら、かぶって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 、
思う。拳下がれ。よろしいか。さあグーしてグーしてみな、ね、殿が勝ち時じゃそれとおっしゃるもんで、えいえいおお。これ3回、うん、まあでもね、皆はまだ声は出さずに拳に全てを込めて突き上げてくださりません。声は我ら4名がね代わりに出しまするがゆえに、ぜひ共にお願いいたします。では殿参りましょう。参ろうか。では皆の衆、改めて拳を掲げよう。さあここに集いし皆のご健勝ご託を、そしてこたび本日桜祭りを大いに楽しめるよう祈願し勝ち時をあげる。参る勝ち時じゃそれ。えいえいおーえいえいおー、はい、えいえいおー、ありがとうござった。さあ最後までご覧くださりありがとう。傷跡がうずく先行く背中が来た言葉で気楽に消えて